こんにちはつつみですそれでは今日は質問回答会ということで視聴者の方から寄せられた質問に回答していきます LINE 公式アカウント及び L ステップのことなら何でも回答しますのでぜひ皆様もご質問お待ちしておりますまだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録およびグッドボタンもよろしくお願いしますそれでは今日の質問に関しては管理のスタッフの話ですね今 L ステップをお一人で管理されているということなんですけれどもその方は新たにスタッフさんを 自分の L ステップで管理してほしいということで、ただまあ管理の権限とか、そのあたりのところってどうやって設定したらいいんですかというご質問をいただきました。こちらの回答をしていきます。まず、この管理スタッフ設定というのは、こちらの L ステップの中の、どこにあったかなというと、ここですねスタッフ設定というところになります。このスタッフ設定があるのは、一番上のプロプランのみになりますので、スタートプラン、スタンダードプランの方に関しては、この設定がないと思います。 ですので、スタートプラン、スタンダードプランの方に関しては、今皆さんがお持ちのログイン ID とパスワードをその方にも共有をして、一緒のアカウントで入るというようなことがまあ一つ対処法としてはあるかなと思います。しかしながら、そういう意味だと同じ管理者権限になってしまいますので、じゃあどうしたらいいのというときはこのプロプランに変更する必要があります。プロプランになると、この管理スタッフの登録ということで、スタッフを登録ができます。 で、こちらに関しては、もちろん相手側が L ステップをやっていない状態、LINE 公式アカウントを持っていない状態でも登録をしてもらうことができますので、例えば自社のアルバイトスタッフさんとか、えー、普通のですね、正社員の方、スタッフの方に登録をしてもらうことはもちろん可能です。では、その方法について簡単に説明をしていきましょう。 新規スタッフを登録ということで、スタッフ権限に関しては、ここに書いてある通りですね。例えば、副管理者であれば、もうすべての操作が可能ということになりますし、一般スタッフであれば、自分でこのスタッフはこの権限だけ操作してほしいよということで、そういったことももちろん可能です。詳細はまたこちらをご覧ください。それでは、じゃあ、例えば今回は、スタッフの誰々君にちょっと管理してほしいなということで、その ID を設定してあげます。例えば、じゃあ、 つつみ,みたいな感じししましょうかねスタッフの堤さんに管理してほしいので、堤さん、堤を ID にしたいと思います。でお名前に関しては、じゃあえー、適当に堤さんというふうにしましょうか。はい、スタッフの堤さんですね。 で所属はまあ任意なのでどちらでもいいですで。メールアドレスをここに設定をしましょう。今回はちょっと弊社のメールアドレスをちょっとここに載せておきます。スタッフ権限に関しては、副管理者であれば全部管理ができますし、今回はじゃあ一般という形で権限を絞りたいと思います。 例えば、じゃあこのスタッフさんに関しては、えー、メッセージを配信する操作だけやってほしいので、じゃあメッセージの一斉配信だけ操作可能にしようかな、みたいなことがこう可能になるわけですよね。こんな形で、いろいろとこう触れるところ、触れないところをここで判断することができますので、ぜひここで設定をしてみてください。じゃあ今回はテンプレートと一斉配信だけ操作可能にしましょう。これで登録を押します。 はい、あユーザー ID はす,ぐに、えー、すでに存在しているということで、えー、同じ ID がある場合は、登録ができませんね。じゃあ、ちょっとこの,この包みでいきましょうか。この包みで、えー、登録と。はい、これで設定ができました。で今設定したものは、堤、えー、さんという形で新しくこのようにできましたね。包みとじゃあ、今設定したこのログイン ID、それから初期パスワードを相手にお知らせしてあげる必要があります。 ですのでえ、堤さんの ID はこれだよーっていうのと、初期パスワードをそのまま相手に送ってあげてください。これは何,何で送っても全然構いません。 そして当然、相手もですね L ステップのログインの URL を知らないといけないので L ステップのログイン URL というのはこれですね今見ていただいている HTTPS から始まるマネージャー .linestep.net これを相手に送るとともに今のログイン ID と初期パスワードをビャッと一緒に送ってしまえばこれで堤さんがご自身のログイン ID でいつもこの L ステップが管理できてくるよということになりました。 あとは今見ていただいている通り、こり、最終ログインはいつなのかなっていうのとか、権限か編集も後でできます。解除もすぐにできます。管理者の交代なんかもこのようにできますので、ここで全てですね、管理者の方、今皆さん、 ププロプランをを使っててていいる方に関ししは設定を色々変更していただくことができます以上、今回 L、L ステップの管理スタッフ設定に関してお伝えをしました。ご視聴いただきまして、ここまでありがとうございます。このチャンネルがですね、この動画がいいなと思った方は、グッドボタン、およびチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。皆様からのご質問もいつでもお待ちしておりますので、また YouTube のコメント欄に載せていただければ、いつでも回答します。それでは、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバーイ。